こんにちはかねこです今回はですね、超危険、パスワード忘れ、パスワード使い回しをしている方のためのパスワード管理方法を紹介していきます。 今現在同じパスワードをいろんなところで使い回してる人って結構多いと思うんですけどもそれってめちゃめちゃ危険な状態なんですねなぜかというとそのパスワードが誰かに知られちゃった時に個人情報が全部抜き取られたりとか銀行口座のお金がなくなっていたりとかクレジットが勝手に使われてたりとかまあそういうことになっちゃったりします結構今までになかったからまあ自分には関係ないだろうっていうふうに思う方多いと思うんですけどもまあ急にねそういうことって起きますので今もしパス パスワードを使い回してたとか、まあ、過去にですねパスワード忘れちゃって困ったことがあるって方はですねこの動画を最後まで見ていただければパスワードで困ることがなくてそして今までよりもかなり安全に快適に過ごすことができます実際にパスワードの使い回しってどういうのが多いかというと このように、名前をパスワードにしたりとか、まあ、誕生日をパスワードにしたりとか、あとは誕生日の西暦ですね。これパスワードにしたりとか、あとは電話番号の下4桁パスワードにしたりとか、まあ、1234とか ASDF とか、簡単なパスワードを、もうこれをパスワードにしちゃったりとかする方結構多いです。で、ASDF とか、ちょっとわかりにくいでしょうっていうふうに思う方いるかもしれないんですけど、これキーボードで ASDF って隣に並んでるんですね。なので横に並べただけなので、 こういうのはすぐにバレちゃうので、絶対にやめてください。しかもこれを使いましたら、一個バレてしまったら、もう他のもね、一気にバレてしまって、まあ買い物とか勝手にされたりするので、絶対にやめましょう。とは言っても、パスワードを使い回しちゃダメだよとか、 パスワードを簡単にしちゃいけないよって言われたとしてもじゃあどうすればいいんだとそんな場所ごとにパスワードとか書いてたら忘れちゃうよというふうに思う方多いと思うんですね実際に一個ずつ分けたら、まあ、絶対みんなパスワード分かんなくなっちゃいますなのでそういう時はどうしたらいいかというとですね このパスワード管理ソフトっていうのを使えばいいんですね。これでもう全部解決します。でパスワード管理ソフトって何なのかというと、まずマスターパスワードっていうのを一つ覚えるんですね。このマスターパスワードって何かっていうと、一個だけパスワードを覚えます。うんこれを全てを管理しているパスワードですね。なのでこのパスワードを一つだけ覚えれば、他のね、パスワードを全部管理してくれるっていう管理ソフトなんですね。 で、しかもですね、ランダムでパスワードも作成してくれるので、まあ、なんか新規登録とかしようとした時に、もうこれもね、パスワード考えなくて大丈夫です、自分で。勝手にパスワードを作成して、それを使えばいいので、もうパスワード何にしようかなっていうふうに悩むこともないです。しかも、スマートフォンと簡単に連携ができるので、パソコンで登録したやつもスマートフォンで使えるし、スマートフォンで登録したやつもパソコンですぐ使えるので、めちゃくちゃ便利ですね。 でなおかつ自動入力もしてくれるんですねそこのパスワードを管理しているところにアクセスするともうパスワードを基本的に覚えておいてくれるのでもう勝手に入力してくれますなので間違えてパスワード入力しちゃったっていうこともないのでなのでパスワード管理ソフトを使わないっていうのはですね もうすごく危険でしかもめんどくさくて大変だし使い方を覚えれば絶対に早く使っとけばよかったっていう風に思います結構パスワードをメモソフトに書いてたりとかエクセルに書いてたりとか普通に手書きでノートに書いてたりとかする方結構多いんですねなんですけどもパスワード管理ソフトっていうのが使えるようになるだけでそういうめんどくさいのが全部なくなりますししかもセキュリティもめちゃめちゃ安全に運用ができるので使わない理由がないぐらい絶対に使った方がいいソフトの 一つになりますパスワード管理ソフトってじゃあどういうソフトがあるのっていうふうに思うと思うんですけどパスワード管理ソフトはですね、まあ、基本的に一番有名なのがこのマンパスワードっていうソフトが有名ですなんですけどもこれ有名なんですけど基本的にね有料なんですね実際は無料で使えるんですけどもすごく制限がかかっていて結局ちゃんと使うには有料をしないといけないです ただ、このワンパスワードっていうのをじゃあやりましょうって言ってもですね、有料だとやっぱいいやっていう方結構多いと思うんですね。なので、今回はこのラストパスっていうのを使ってパスワード管理をしていきましょう。実際にこの後、まあ、iPhone と Android、まあ、スマートフォンですね、これとあとパソコンで両方で使う方法を紹介していくんですけども、このラストパスっていうのはすごく便利で、無料と有料、こちらもね、両方あるんですけども、 わざわざ有料にしなくても、無料だけでもね、すごく十分使えるようになってます。で、どのぐらい無料で使えるかというと、先ほど紹介したこの4つですね、パスワードを管理してくれて、ランダムでパスワードも作成してくれて、スマートフォンとも連携がしてくれて、自動で入力してくれるというのをですね、 このラストパスはですね、無料版でも全部やってくれるんですね。ラストパスってめちゃめちゃ便利なんで使っていただきたいんですけども、唯一デメリットとすると、まあ日本語訳がされてなかったりするので、そこだけちょっと使いづらいかなというふうに思うかもしれないんですけども、ボタンとしてはね、ほとんど押すところがないので、この動画でしっかりどうやって使っていけばいいかっていうふうに理解していただければ簡単に使えるようになります。そしたら実際にパソコン版から紹介していくんですけども、パソコン版はですね、Google Chrome っていうのを使うと すごく便利に使えますので Google Chrome とですね Google アカウントっていうのは事前に使えるようにしてください Google Chrome と Google アカウントってちょっとよくわかんないよって方はですねこちらの Windows 10の使い方っていう動画で解説をしているのでそちらを見て先にね Google アカウントと Google Chrome 入れといてそれからこの動画もう一度やってみてください そしたらですね、パソコン版から実際にやっていくんですけども、そしたらまず検索をしていくので、まあ、Google か Yahoo、どちらでも大丈夫です。検索のところにですね、ラストパスというふうに、このように入力しましょう。ラストパスですね。で、入力したら検索をしていきます。で、検索していただいたら、ここですね、ラストパスっていうのが、こう一番上にあると思います。ラストパスシャープ1ってやつですね。これをクリックしましょう。 クリックするとですね、こういう英語のサイトが出てくると思うんですね。で、これ、右上にね、Google Chrome 使ってると翻訳っていう風に出てくるので、もし英語ちょっとわかんないよって方がいたらね、この翻訳を押していただくと日本語翻訳になるので、これを押してあげましょう。で、これ、右上に出てこないよって方はですね、このなんか何も書いてない白いところですね。白いところで右クリックしていただくと、ここに日本語訳に翻訳っていうのが押せるようになってるはずなので、これを押していただくと、日本語訳になります。 なので、まあ、日本語訳にしていただいた方が見やすいかなと思います。まあ、特にね、押すところって言ったら、もうこの赤いところしか押さないので、まあ、英語でも全然問題ないですね。そしたら、ここのラストパスを無料で入手っていうのがあるので、ここをクリックしましょう。こうですね。そしたら、このページが出てくるんですけど、アカウントっていうのを作成していきます。そしたら、ここの一番上にですね、E メールアドレスを入力していくので、じゃあ、入力していきましょう。じゃあ、ここにですね、入力を。 いきますこれでメールアドレスが入力できましたここのメールアドレスはねよく使うメールアドレスを入力していただければ大丈夫です、まあ、特になければ Google のメールアドレスを入力していただくのが一番いいかなと思います先ほど Google のメールアドレスで録画したんですけれどもそのデータが壊れちゃったんで今回ちょっと Yahoo のメールアドレスにしていきます そしたらですね、このマスターパスワードっていうところですね。このマスターパスワードっていうのが一番重要なところでして、これ先ほども紹介したんですけれども、マスターパスワードだけ覚えれば全部が管理できるんですね。なので、このマスターパスワードっていうのは絶対忘れないようにしてください。なので、これだけメモっとけば絶対に大丈夫です。 なので、ここのところですね。マスターパスワード。今から入力するんですけども、まあパスワード。これが破られちゃうと全部バレちゃうので、まあこういう最小要件というのがちゃんとあるんですね。少なくても12文字以上の長さ。そして少なくても、まあ一つの数字ですね。番号っていうのは。で、そして少なくても英語の小文字が入ってて、大文字も一個ずつ入ってる。そしてメールアドレスにしないということですね。これを満たしてないとダメってことを言っています。 じゃあ、12文字以上の長さってあんま作ったことないよって方もいると思うんですけども、どうやってこの12文字以上の長さっていうのを作っていくかというと、まあ、思い浮かばないって方はですね、あくまで参考に聞いておいてほしいんですけども、まあ、例えば先ほど名前とか誕生日パスワードにしちゃダメですよって話をしたんですけど、これをですね、名前と誕生日っていう2つの組み合わせにしちゃうと、確かにこれ破られやすいんですけど、 例えばですね、まあ、下の名前と、まあ、電話番号と誕生日の生涯と、そして1234とか、こういう風にね、パスワードをこう4つとか5つとか、まあ、組み合わせて長いパスワードを作ってあげると忘れにくいし、そして長いパスワードが作れるので、セキュリティもかなり安全になります。 なので、そういうふうに、いろんなのを組み合わせて、多分今までは組み合わせたとしても2つとか3つだったと思うんですけども、まあ2つとか3つじゃなくて、4つ、5つを組み合わせてあげると、結構ね、あの20文字ぐらいの長さのパスワードができたりとかして、まあ、破られにくいパスワードができますので、そういうパスワードがこのマスターパスワードでやっていただくとおすすめです。マスターパスワードはね、大文字もどこかで使っていただく必要があるので、まあどこか1箇所とか2箇所とか、まあそれを大文字にしてあげるっていうふうな方法をして 取ってみてみくださいそしたらですね、ここをじゃあ入力していきますね。こんな感じで入力をしていきます。そしたらですね、このマスターパスワードを確認ってところでもう一度同じパスワードを入力していきます。そしたら、ここにですね、こうやって入力していきました。 パスワードが本当に合ってるか確認したいなっていう場合は、この目玉のマークをクリックしていただくと、ここのパスワード今黒手になってると思うんですけど、これがですね、ちゃんと文字になって出てきますので、それで確認できるようになってますので、まあ確認したい方はここを押していただくと確認できるようになってます。そしたらね、このリマインダーオプションってところは特に必要ないので、このままサインアップ無料っていうところですね、ここをクリックしましょう。赤いボタンですね。 そうするとですね、このような画面が表示されます。で、表示されたらですね、まあ Google Chrome だとこのラストパスをインストールするっていうところがありますので、ここをじゃあクリックしましょう。で、クリックするとね、こういう風なラストパスフリーパスワードマネージャーっていうところに出てきます。で、出てきたらですね、この右側、Chrome に追加っていうのがあるので、これをクリックしましょう。そしたらですね、この拡張機能を追加っていうのを押してあげます。 で、これを押してあげるとですね、何が変わるかというと、この右上あたりにね、このラストパスフリーパスワードマネージャーっていうのが、まあ、追加されましたっていう、この点々点みたいなやつですね、ちょっと今黒色なんですけど、これで OK です。そしたら、これバズボタンで、ここ閉じちゃいましょう。こうですね、こんな感じですね。そしたら、ここのところ、黒いところがあると思いますので、ここをクリックしましょう。そしたらですね、ここに E メールとマスターパスワードっていうのが出てくると思いますので、 この email は先ほど登録したメールアドレスとマスターパスワードは先ほど登録したパスワードですね。それを入れていきましょう。じゃあここにですね、メールアドレスとパスワードを入れていきます。こんな感じで入れました。 で、このように入力ができたらですね、下の方にチェックマークがこれあると思うんですね。リメンバーイメールとリメンバーパスワードですね。リメンバーっていうのは覚えるっていう意味なので、まあこれあのメールアドレスとパスワード、これチェックマーク入れるとですね、毎回毎回入力しなくて済みますので、このリメンバーパスワードもこれ自分しかパソコン使わないよって方はですね、チェック入れといた方が楽です。じゃあチェック入れときましょう。で、そうするとですね、本当にいいんですかこれあの悪用されちゃうけど大丈夫ですかと他の人から使った時ですね、パスワード入力しなくて済みますので。 なのでいいんですかっていう風に出てくるんですけども、じゃあここイエスを押しときましょう。そしたらですね、ここのログインっていうところを押していきます。 で、ログインを押すとですね、ここが今赤色になったんですね。で、そうすると、まあ、これ読み込み中っていう風になっていて、また、あ、画面がちょっと変わるかなという風に思います。そしたら、このページ翻訳しますかっていうのは、まあ別にいらないので、パスボタンで押しちゃいますね。そうするとですね、ここに、ウェルカムトゥーラストパスっていう風に出てきて、Google とか Facebook とか PayPal とか LinkedIn とかいう風に、まあ、いろいろ出てきてると思います。 そしたらですね、Google アカウントは今持っていると思いますので、そしたらこの Google ってところを押していただくとですね、これあのサインアウトって言ってもう一回ログインし直しになるんですね。なのでログアウトになります。そしたらこの状態になったらですね、ログアウトしましたという風に出てきますよね。なのでもう一回パスワード入れていく画面になります。じゃあ入れていきましょう。じゃあコンティニューってところが左下にあるのでこっちをしましょう。こうですね。 そしていただくと、このような画面になるかなと。そうしたらですね、ここもう一回ログインをしていきます。じゃあ、ここをですね、クリックしていきましょう、アカウントっていうのを。そうするとですね、パスワードを入力画面になるんですね。でも、今はですね、まだこのラストパスっていうのにですね、パスワードを入力してないんですね。なので、記録してないので、自分で入力する必要があります。そしたらですね、これは Google のいつも使ってるパスワードですね。 ログインする時のそのパスワードをじゃあ入力していきましょうこれマスターパスワードじゃないので注意をしてくださいで普通にですね Google のログインのパスワードを入れていただいたら次へを押しますで次へを押していただくとですねこうやって進むんですねそうするとですねこの右側にですねこの Google のマークが書いてあっ ででここの下のところこの黒点のあるところがですねこれがパスワードが自動的に入力されてくれてるんですねでここのですねエンタイは「e メール、ユーザーネーム」とか書いてありますよねここはですね、まあ、メールアドレスも一緒にセットで覚えておくことができるのでここに入力しておくと楽なのでここにメールアドレスですねこれも入力しておいてあげましょうメールアドレスとパスワードで、まあ、ログインっていうの行為ができますので、まあ、ここにですねメールアドレスも入力しておいてあげると一気に管理ができるような ようになりますこうですねでこのように入力したらですね、この下のところ、フォルダー。これはですね、特に、まあ、変えなくてもいいかなと思います。このままで OK なので。で、このアットっていうのを押すと、追加っていう意味ですね。これを記録しておいてくれるんですね。Google のところで、このメールアドレスとパスワード記録しておいてくれます。じゃあ、アットを押しましょう。で、そうするとですね、こうオールセットって出てきて、 そうするとですね、こういうふうに右上にこのような文字が出てくるかなというふうに思います。で、これ何かというとですね、次回から Google のページ開いたら自動的に入力されるようにしますかってことを言ってるんですね。で、これ自動的に入力してほしいなって方はですね、もうこの Try Auto Fill っていうのを押していただくとですね、まあ、開いた状態でもうパスワード勝手に入力されてくれるんですね。ね、めちゃめちゃ便利な機能なので、Try Auto Fill ですね、これしといていただくと便利です。そしたらですね、 押しておきますねそしたら、どんな感じかやってみましょう。そしたらですね、もう一回ロガウトっていうのがされるので、じゃあ、コンティニューですね、こちらを押していただくとですね、で、もう一回ですね、ここを選びます。そうするとですね、ここにですね、自動的に入力できるようになります。では、どうやって入力していくのかというと、この右のとこですね、ここを押すだけです。で、ここをですね、ポンって押しましょう。 で、そしたらですね、この下の方に Google.com っていうのが出てくると思うんですね。で、出てきたらですね、ここのところポンって押すだけですね。こうですね。これで OK です。これで OK なので、次へ押していただくと、これだけでもうログインできます。なので、先ほど登録した Google のパスワードっていうのを、パスワード画面の右側にあるボタンですね。あれを押すだけで、まあ、一瞬でパスワードが入力できるという風にめちゃくちゃ便利なので、超おすすめですね。 そしたらですね、別のパターンのやつもやっていきましょう。じゃあこれちょっと右上のやついらないので、この左側の I'm done っていう方を押しておきましょう。今ので Google のアカウントっていうのがまず登録ができたんですね。ログインした時に勝手に登録してくれたので。他のページもですね、 あの、ログインっていうのを押していただくと、右側にポンと出てきて、アットっていう赤いボタンね、押すだけで簡単に登録ができます。じゃあ、この登録したやつってどこにあるのとか、どうやって見るのっていうふうに思う方いると思うんですけども、どうやって見るかというと、この右上のとこですね、ここのラストパスのところ、ここをじゃあ一回クリックしましょう。で、クリックしていただくと、こういうのが出てきます。で、出てきたらですね、このオープンマイボルトっていうやつですね、ここをですね、クリックします。 で、クリックするとですね、こういう画面が表示されます。 で、表示されたら、ここもちょっと英語なので、まあ、翻訳したい方はですね、ここの翻訳っていうところを押していただくといいかなと思います。でもし翻訳っていうのが出てなかったら、まあ、何か書いてないところで右クリックすると、ここに日本語に翻訳出てくるので、ここを使ってください。ただ、ボタンを押すところはね、ほとんどね、日本語とか関係ないところなので、あまり気にしなくてもいいかなと思います。で、どこを使うかというと、先ほどのがここですね、この Google ってマークが書いてあって、Google.com って書いてありますよね。で、この中身を見たいときはですね、ここの編集ってとこですね、 の上に乗っけけるると出てくるんですけどこれクリックしていただくとこうですね URL っていうのが先ほどのページのことでして、まあ、Google っていうところを登録してますよと先ほど追加で登録した情報が勝手に入ってくれてます。 で、サイトのパスワードっていうのが先ほど入力してログインした時のパスワードが入ってるんですね。で、この右側の目玉のマークを押していただくと、このパスワードも見れるようになってますので、見ていただくとすぐ確認できるようになります。なので、このページからでもですね、あのパスワード何にしたっけっていう風にすぐにチェックすることができるんですね。そしたらですね、じゃあここのキャンセルっていうところを押しましょう。 この一覧ページっていつ使うのかというと、先ほど右側のところにボタンがあって、そこ押すだけで出てきたんですけれども、まあそういうのでね、表示されなかったりっていう時がたまにありますので、まあそういう時はね、ここから探して、まあここのパスワードをですね、まあコピーして貼り付けてあげたりとか、そういう風にしたりするので、ここの出し方も覚えておきましょう。 そうしたらですね、もう一つ見本として Yahoo にログインしてみますね。じゃあちょっと見といていただくといいかなと思うんですけど、こんな感じに Yahoo のログインページになります。で、これが ID ってやつですね。ID を入力して、で、ここのところにですね、パスワードを入れます。で、パスワードを入れるとですね、まだこれパスワードの記録っていうのをしてないので、ここログインっていうのを押しましょう。で、そうするとですね、こういう風に右側に アットというラストパスということが出てきます。で、これ先ほど ID とパスワード両方入れた状態でログインっていうのをしたので、もう両方とも入ってるんですね。じゃあこのアットっていうのを押しますね。で、そうするとですね、まあこれ読み込み中になりまして、これでもう OK です。じゃあですね、これログアウトをしてみますね。じゃあログアウトしてみます。そしたら今もうここの状態で入ってるんですけど、ここのところですね、ちょっと重なってバツと重なって見えにくいんですけど、ここの1っていうのを押すとですね、 まあ、こういう風になってまして。で、ここが出てきたらですね、ここのボタンを押すだけですね。ポンって押すだけで入力されます。さっきのちょっと自動入力がされちゃったので、もう入ってるんですけど、通常だとここの1ってとこですね。ここのところを押して、ポンってやると入力されるということですね。次へを押していただくと、まあ、パスワードも入力されてるんですけど、ちょっと一回消してやってみますね。ここの右側のところを押して、 で、押していただいて、ここを押すだけで、もうこれで OK ということになります。で、ログインですね。そうすると簡単にログインができるということになります。そしたらですね、次は Amazon というところで、まあ、新規登録するときにどうなるかっていうのもやっていきましょう。じゃあですね、検索で Amazon って一回調べてみますね。そしたらですね、Amazon の公式ページを出していきます。じゃあ Amazon を出していただいて、 このショッピングサイトになってますので、ここのですね、右側にログインってところがあるので、ログインを押します。で、ログインもですね、まあ、メールアドレスとパスワードっていうのがやっぱ必要になるんですけども、じゃ新規登録したときどうなのかって話ですよね。先ほどまではログインって言って、まあ、会員登録しているあるところをどん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 ,どん登録していきました。 そしたらですね、新規登録したい場所があった場合どうなるかというと、新規登録した場合はですね、このような画面が出てきます。まあ、名前とか、まあ、メールアドレスとかパスワードっていうのが毎回まあ入れることになるわけなんですけれども、じゃあですね、このメールアドレスですね、入れてみますね。こんな感じに入力をしていきます。 そしたらですね、パスワードも入れていきますね。で、パスワードを先ほどあの自動的にランダムで出してくれますよって話をしたと思うんですけども、パスワードを自動的にランダムで出すときは、ここの右側のこれですね、パスワードマークがありまして、これを押していただくだけです。 押すとですね、このように下の方にポンと出てくるんですね。このパスワード、このまま使っていただければいいんですけども、たまにね、記号も混ぜてくださいみたいな時があるので、まあ、そういう時がもしあったら、この show o オプションズっていうのがあるので、ここを押していただくと、下の方にこうシンボルっていう風にありますよね。これが記号になります。なので、ここを押していただくと、これ記号も混じった形になるんですね。より突破されにくい、まあ、セキュリティの高い記号になります。 なので、あの、記号を混ぜてくださいとか書いてあったら、この記号入りのやつを入れた方がいいですね。で、たまに記号がダメですよって逆に言う場合もあるんで、ここをですね、そうしたら解除してあげると、記号が入らないパターンも作れるので、ここのまシンボルってところを押すとですね、記号を入れたり、まあ、なくしたりっていう風にできるっていう風に思っておいてください。で、このハイドオプションズっていうのをやると、ここ見えなくなって、ここを押すとですね、 こうやって出せるので、ここだけ覚えとけば基本的に大丈夫ですねで。あとはパスワードの長さっていうのも、ここ12っていうのがあるんですけど、ここでですね、こうやってパスワードの長さっていうのも決められるんで、まあ、あの、12桁とか、まあ、20桁以上とか、まあ、決められている場合は、ここで決めていただくといいのかなというふうに思います。で、このようにね、パスワードが決められたら、ここのところですね、フィルパスワードっていうのがあるので、これを押しましょう。 これ押すとですね、これ自動的にここ入ってくれるんですね。で、入ってくれたらどうなるかというと、もうここ E メールアドレスも入力してて、パスワードも入力したんで、自動的に今入れた内容って保存されて、ここに残しときますよっていうのがもうすぐ出てくれるんですね、ここに。なので、ここの a ッっていうのを押すだけでですね、もうこれで保存されてます、この内容。なので、じゃあちょっとログインですね、ここのところ。 見てみますねそしたらここのところでじゃあログインしようとしてみますね。ログインするときに、まあ、E メールアドレス、ここ右側ってないですよねボタンが。じゃあこのボタンがないときどうするかというとこういうときもあるんですね。ボタンがあるときはボタンを押すだけなんですけどボタンがないときはですね、この右上のここを押しましょう。でここをたまに。 黄色い時があって、黄色い時の場合はですね、何回かここを押していただくと、この画面になるかなと思います。で、そうしたらですね、この Amazon.co.jp って書いてあるところ、ここがですね、先ほど登録したやつになりまして、ここを押していただくと、本来はね、自動的に入力されてくれるんですけど、今回は入力されてくれないので、ここのコピーですね、ここのところ、このコピーっていう真ん中のやつを押していただくと、 このコピーユーザーネーム、コピーパスワードってあるんですね。これ片方ずつコピーして、それで貼り付けていくことができるっていうシステムになります。このように自動的に押しても入力されないところ、これだとですね、ここを押してもですね、反応がないんですね。なので、こういうときはですね、まあちょっと面倒くさいんですけど、ここのところ、コピーのところを押して、コピーユーザーネームですね、ここを押して、ここで、 にクリック貼り付け。そうするとこうやって貼り付けられるということでめちゃめちゃ便利です。まあこれ次へ進むうと、まあメールアドレスがちょっとないので、ここログインはできないんですけども、こんな感じで、まあこの右上のところですね、ここのところのところからコピーして、まあユーザーネームとパスワード一個ずつコピーして、それぞれに貼り付けてあげると、この右側にね、出てこないよっていう時は、そこから貼り付けてあげるっていうふうに思っておいてください。で、ここのところにもう出てこないっていう時もたまにあるんですね。で、 ここ,のところに、もし出てこないときはですね、まずどこから探すかというと、このオープンマイボルトのところからですね、ここをクリックしましょう。そうするとですね、まあ、先ほど Yahoo も追加して、なおかつですね、まあ、Amazon 追加したんですけども、これ下の方行けなくてですね、このショッピングのところ、ここをクリックすると、ポンと出てきます。で、出てきたら、Amazon.com も追加されてますよね。で、ここのところ、エディットっていうところを押していただくと、 こうですねこのような管理画面が出てきますので、このサイトパスワードですね、ここのところをポンと押していただくと、こういうふうにパスワードが出てきます。で、出てきたやつをこれをコピーしてですね、これをコピーして、まあ、先ほどのログインのところ、これがもしパスワードだとしたら、まあ、ここのところに右クリック貼り付けというふうにしてあげると、これでパスワードが貼り付けられるので、もし出てこない場合は、この方法も使ってみてください。 なのでですね一番簡単な方法としては、この右側にボタンがあるときで,で、なければですね、ここを押していただくと、ここのところのコピー、そしてどっちかをコピーして貼り付けていただく。で、ここにもなければ、このオープンマイボルトのところを開いて、まあ、そこから探し出して、で、ここのエディットですね、で、サイトパスワード見て、これをコピーして貼り付けてあげるという風なやり方になります。 で、ここのところなんですけども、まあ、今ね、3つなんで探すの簡単なんですけど、これが100個とか200個とか、まあ、すごく多くなってくると、ちょっと分かんなくなっちゃうよと。 いう方結構多いと思います。どうやって探すのかというと、まあ一番上のところですね、この38枚ボルトのところで、ここでですね、例えば、まあ先ほどの Amazon だったら Amazon って入れれば、こういう風に出てきますので、それだけが。このように探してあげて、あとはコピーして貼り付けてあげるっていう風な流れでやってみてください。あと補足としてですね、先ほどのこのパスワードなんですけれども、まあ、出てこないときはですね、実は先ほどここのところ右上でクリックすると、 これで出てきますよって話をしたんですけど右クリックでも出てきますで右クリックでこのラストパスっていうのが実は出てきてでこの中からですねここの一番上のところメールアドレスに合わせるとまあ、コピーユーザーネームコピーパスワードってあるのでまあ、ここのところでもですねこうやってポッと押して で、貼り付けてあげると、こうやって貼り付けることができますので、まあ、こうやって貼り付けるっていうこともできるよっていうふうに覚えておいてください。この右クリックも、まあ、この検知されていればこうやって出せるんですけれども、もし出てこないときは、まあ先ほどの言ったね、ここから、 まあ、このオープンマイボルトのところからこう出してあげて、それで探してあげるっていう方法を使ってみてください。そしたらですね、次は新規登録をどんどんしていきたいなっていう時のやり方をやっていきます。例えば、今も会員登録しているのが20個ぐらいメモしてあって、それをどん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 、まあ、ログインっていうのをいちいちしていくのがめんどくさいので、まあ、登録をしていきたいなという時はですね、この管理ページから右下のこのプラスマーク、ここを押していただくと、こういう風なのが出てきます。で、アットアイテムって書いてあるところですね。 で、このパスワードなのか、まあ、このクレジットカードなのか、まあ、銀行口座なのかっていうようなのが選べるようになってまして、このパスワードですね、押していただくと、こういうふうに出てきます。URL っていうのはホームページの場所のことですね。先ほどの Amazon を例に言うと、まあ、ここの Amazon だと、ここのことですね。ここのところが URL になるので、まあ、ここのところをですね、コピーして、で、ここのところに貼り付けてあげるというふうになります。 このように URL っていうのはそこの場所のところをコピーして貼り付けてあげたら、このネームですね。ネームは名前になります。ここの一覧に表示されるところの名前なんで、今回はじゃあ Amazon もう入ってるんでアマっていう風にしときますね。で、このユーザーネームはメールアドレスですね。こんな感じでメールアドレスを入れて、パスワードもこうやって入力をしていきます。で、このフォルダーっていうのはですね、特に選ばなくてもいいかなと思うんですけども、じゃあちょっと選ばないで一回やってみますね。 で、セーブっていうのを押していただくと、ここのところですね。Amazon が入力されているのがわかります。で、ここの Name ってところに入れたのがここですね。Amazon って入ってますよね。で、こんな感じですね。で、先ほどのところ、フォルダーっていうところを選ばなかったんですけど、ここ Non っていう風になってるんですね。なので、これフォルダー分けですね。ここ e メールとかまあ、ショッピングっていう風に、まあ、フォルダー分けされているので、まあ、カテゴリーの分類別だと思ってください。分類別に分けたいなっていう時は、ここのね、先ほどの Edit。 ここから、まあ、ホルダーってところですね。ここのところを押していただくと、まあ、もうすでにあるやつがもう入ってますよね。E メールとかショッピングとか。じゃあ、ここのショッピングのところを選んでいただいて、じゃあ、セーブしてみますね。そうするとですね、Amazon のところが2つ、こうやって並んだかなと思います。 なので、このような感じで、分類分けっていうのが簡単にできて、で、それを管理することもできるということですね。このように右下の、このプラスマークですね。これ使っていただくと簡単に、新規登録っていうのもできますので、もう今すでに会員登録してある場所、何個かあった場合はですね、ここから登録していただくと簡単かなと思います。で、先ほど、ここの部分ですね。 この url ってところを入れたんですけども、まあ、このアドレスっていうところが分かんなかった場合はですね、ここ別に入力しなくても大丈夫です。ここ入力しないと何が起きるかというとですね、まあ、先ほどですね、ここのアカウント、ここのところにですね、表示されないんですね。なので、そこのアドレス、この url をですね、しっかり登録しておけば、 このログインっていうのをしたときに、ここに表示されるんですけども、ここをですね、入れるのをちょっと怠ったりとか、まあ、空白の状態にしておくと、ここに出てこなくなってしまうので、まあ、いちいちね、この管理ページ行って、まあ、探して、そしてまあ入れないといけないという結構手間がありますので、なるべくだったら入れてあげた方がおすすめです。で、この新規登録の方法も、実は2種類ありまして、 今、ここのところでプラスマークを押して、一、まあ、個ずつここで入れてくださいねって話をしたんですけれども、もう一個やり方があります。で、どうするかというと、まずログインページに一回行っていただくんですね。で、行っていただいたら、ここの右上のとかですね、ここを押していただいて、 で、そうするとですね、まあこういうの出てくると思うんですけど、このアットアイテムですね。ここをクリックします。アットアイテムっていうのをクリックすると、まあここに先ほどのパスワードにしますかとか、まあクレジットカードにしますかっていうのが出てくるんですけども、まあここのところですね、パスワード入れたいんでパスワードですね。で、そうするともう先ほどの管理ページの上のところが全部入力された状態でもう入ってくれるんですね。なので自分が入力するところはこのユーザーネームと、まあこのサイトパスワード。 ここの,の2つだけ入力してあげれば OK なので、まあこのページが分かっている場合はここから新規登録してあげるっていうのもすごく簡単なので、こっちも使ってあげてみてください。で、あとはセーブっていうのを押していただければですね。 まあ、ここのところに、まあ、新しく追加されたのがわかりますので、こんな感じに簡単に追加することができます。そうしたら最後に、これ、いらないなっていうやつを消す方法をやっていきましょう。いらないなと思った時はですね、今登録したいところは Amazon3 つになっちゃってますよね。なので2ついらないんで消していこうかなと思うんですけど、消したいなっていう時はすごく簡単で、ここのバケツのマークですね。このバケツのマークをこうやって押していただいて、で、イエスを押してあげるだけですね。そうするとですね、まあ、こんな感じにいらないやつは、 このバケツのマークでイエスを押してあげるとこんな感じに減らすことができますのでこういう風に減らしてみてくださいそうしたらですね次はスマートフォンで連携する方法を紹介していきますスマートフォンでまずやっていただくのはアプリを入れていただくことですねラストパスっていうアプリを入れていただきますので iPhone の場合は App Store ですねで Google の場合は Google のストアを開いていただいて Google Play ですねでここの検索のところこの右下のところですね 検索を押していただいて、ここにですね、ラストパスっていう風に入れていきます。じゃあ、こっちはですね、ラストパスですね。こうですね。で、ここも一番上のところですね、ここにラストパスっていう風に入力していきましょう。で、そしたらですね、この点点点ってやつですね、ここのやつを、まあ、入れていきましょう。じゃあ、ここですね、インストールっていうところを押していただいて、で、これで入れていきます。で、入れていただくとですね、まあ、このように入りまして、 そしたらですね、これも溜まった状態になったらやっていきましょう。はい。そしたらですね、これでインストールっていうのが終わったので、じゃあ最初の画面を見ていきましょう。で、これもですね、見ていただくと、この点点点って赤いやつですね。これがラストパスになります。じゃあこれ開いていきますね。で、開いていただくと、まあ、こんな感じの画面が出てくるわけですね。で、このように横にスライドしていきます。で、同じですね。ここにスライドしていって、で、iPhone の場合は、 この有効にするですね。これを押していただきましょう。で、こっちの場合はですね、ログインとサインアップっていうのがあるんですけども、まあ、こっちはですね、ログインっていうのは先ほどパソコンで登録したい人はログインですね。で、スマートフォンだけで使いたいって方はサインアップを押してください。で、そしたらですね、こちら、iPhone の場合は許可を押していきます。で、これも同じですね、ログインとサインアップ聞かれますので、まあ、ログイン今回していきますね。ログイン。で、こっちもログインですね。 そうしたらですね、ここのところに電子メールアドレス、メールアドレスと、そしてパスワードを入れていきましょう。パソコンで作ってない方はですね、このアカウントの作成っていうところからやるとメールアドレスの入力から始まりますので、メールアドレスを入力して進めてみてください。そうしたらですね、このようにメールアドレスとパスワードが入力できました。で入力できたらですね、このログインっていうところを押しましょう。 で、ログインを押していただくとですね、これでスマホと連携が取れている状態になるはずです。こっちの iPhone、ちょっとパスワードが違ってたみたいなんで、もう一回ログインしていきますね。で、ログインしていくとですね、まあ、こんな感じでログインができます。そうすると、一番最初にこういうのが出てくるんですけれども、まあ、これ、やり方を見ますかっていうことなので、ここのところ、方法を見るっていうのを押しておきましょう。で、そしたらですね、 こういう風にパスワードを自動設定できますよっていうことを聞いてますこっちの Android の方はねあの英語の設定にしますかっていう風に出てくるのででこれ通常だと日本語で使えてるはずなので今はしないっていうのを押しときましょうそうすると日本語にできますでこっちは同じなんですけども自動入力を設定しますかっていうのが最初に聞かれるんですねで自動入力を設定しますかって出てるので、まあ、有効にしておくと便利なんで有効にするっていうのを押しときましょうでこっちもですね設定へ移動ですね で、そうすると、こっちも次へっていうのを押しましょう。こっちの iPhone の場合はですね、下の方に行きまして、このパスワードとアカウントっていうところを探してあげてください。こっちのですね、Android の場合はですね、もうラストパスっていうのを選ぶだけで OK ですね。選んで OK を押すだけですね。これで OK です。で、こっちの方はですね、ここのところ行きまして、で、そこからですね、 パスワードを自動入力っていうのがありますので、この自動入力を押しましょう。で、自動入力を押していただいたら、ここのチェックマークですね。これチェックを入れていきます。で、チェック入れていただいたら、このラストパスって書いてありますよね。ここのところをチェック入れましょう。で、チェック入れると、このように完了しましたって出てくるので、これで OK ですね。そしたら、ラストパスに進むということで、そうするとですね、こういうふうにラストパスが出てきて、これで設定が OK です。 今の設定なんですけども、キーチェーンっていうのを設定ができていると、iPhone の自動入力が、それが起動してしまいますので、そっち切っておきましょう。じゃあですね、元の画面に一回戻っていただいて、ここ二回ですね、一覧からポンと出します。で、このキーチェーンですね、こっちは解除しておいてあげた方がやりやすいので、解除しておくことをお勧めします。そしたらですね、Android の方も e n a b l e っていうのを押して登録をしておきましょう。 そしたらですね、この next っていうのを押していただくと、また登録のページが出てきます。で、ここのところがですね、ダウンロード済みサービスっていうところがオフになっているので、ここもですね、押していただいて、サービスの仕様、これでオンにしておくと、先ほどね、自動入力とか全部オンになりますので、許可しておきましょう。そしたらですね、これで一応設定は終わりです。じゃあ、設定終わりなので、ラストパスを開いていきますね。こっちもラストパスを開いていきましょう。 そうしたらですね。ここですね。で、そしたら OK ですね。そしたらこのようなページになりますね。で、iPhone の方はですね、この保管口って書いてあるところの全ての項目とかパスワードってあると思うんですけど、パスワードってところを押していただくと、まあ、この一覧の画面になってるかなと思います。で、Android の場合、もしかしたらですね、英語になってるかもしれないので、日本語にしたいなって場合はですね、ここのところ左上のこの3本線を押していただいて、で、一番下の設定ですね、設定を押していただくと、 で、こういう画面が出てくるので、この画面のですね、アドバンスってとこですね、アドバンス。ここを押していただくと、まあこれ設定画面なので、一番下にですね、こういうふうにランゲージっていうのがあるので、これ言語ですね。で、あと日本語っていう、まあ日本の国旗があると思うんで、ここを押していただいて OK ですね。そうすると、こんな感じに、あ、日本語されましたね。こうですね、日本語化されたので分かりやすいかなと思います。スマートフォンの場合は結構使い方が簡単でして、じゃあちょっと Amazon を例にやっていきますね。 そしたら、ここのところで、Amazon という風に検索していただいて、Amazon ですね。これどこでも大丈夫です。で、あとはですね、こう、ログインっていうのを押していただきます。で、ここの下のところですね、ここのところをポンって押すだけで、こんな感じに全部出てきて、ログインっていうのも勝手にやってくれるんですね。なので、めちゃめちゃ便利ですね。で、こっちの Android の方はですね、こういう風に下には出てこないんですね。 でログインページに行きましたら、このログインの入れるところですね、これを押していただくだけでですね、下の方にポンって出てきます。さっきの登録ができてれば。で、ポンっていう風に押すとですね、もうこれで自動入力が完了したので、もう勝手に読み込みをしてやってくれるということなので、めちゃめちゃ便利です。 ただ、これって、あの、先ほどの URL とか、すべてをちゃんと項目を入力して、で、なおかつ、スマートフォンがですね、読み込みにしっかりと感知した時のみ、こう、自動入力してくれるので、もちろんね、自動入力してくれない時もあります。自動入力してくれない時どうするのかというと、これはですね、iPhone も、まあ、Android、どちらもですね、同じようなやり方でやるんですけれども、まずですね、ラストパスを一回出しますね。 このようにラストパスを1回出していただいて、まあ、Amazon の方なので Amazon をクリックでこっちもそうですね押していただくとですねこの下の方にですねパスワードをコピーとかユーザー名をコピーですねでこっちもパスワードをコピーとあとはですねユーザー名をコピーですねこういうふうに出てきますなので今回はユーザー名をコピーしていきましょうユーザー名をコピーあこれパスワードをコピーしちゃいましたねユーザー名をコピーでそうするとですね先ほどのところに戻ります ここですね。戻っていただいて、あとはですね、これ貼り付けるだけですね。こんな感じに、こっちもですね、同じように、このように貼り付けると。で、貼り付けたらですね、もう一回戻っていただきます。ちょっと自動入力が出ちゃったので、ツしますね。で、押してあげますね。こっちも戻してあげて、で、そしたら、ここのところですね。で、パスワードをコピーですね。同じですね、ここ。先ほどの Amazon に戻っていきましょう。で、ここの部分ですね。 この部分に貼り付けをしていきます。こうですね。このように貼り付けができました。こっちもですね。こうやって貼り付けていただくと、こんな感じにですね、パスワードも簡単に貼り付けられるということですね。なので、自動入力できない場所は、このように一回一回ちょっと戻って手間なんですけども、コピーして貼り付け、コピーして貼り付けっていうふうにやってみてください。そしたらですね、最後にスマートフォンで登録をする方法もやっていきましょう。スマートフォンで新規登録したいなっていうときはですね、 まあ先ほどのところですね、ここのラストパスを表示していただいて、これも簡単ですね、右下のプラスマーク、こちらを押していただくだけでできます。で、iPhone の場合はですね、右上の追加、こちらを押していただきますね。そうすると、このような画面が出てきます。で、iPhone の場合は、この新しいパスワードを追加、こちらを押しましょう。 で、そうしたら、こっちの Android は一番上のパスワードですね。選んでいただくと、まあ、先ほどのパソコンのやつと同じですね。名前を入れていただいて、例えば Amazon だったら、Amazon っていう風に入れていきましょう。まあ、ちょっと長いのでこうしますね。じゃあ、こっちも Yahoo。まあ、こっちにしときますね。このぐらいにしときます。ちょっと被っちゃうので、さっきのやつと。で、そしたらですね、まあ、ここのところですね。まあ、ユーザー名とパスワードを入れていくわけですね。 じゃあ、ここのところも適当に入れちゃいますねで。こっちも同じようにですね、ユーザー名とパスワードを入れてみます。こうですね、こんな感じで入れました。で、入れていただいたらですね、右上の保存ですね、この保存でポンポンと押していきます。で、そうするとですね、もうここのところに入ってるの分かりますね。で、これ下にやるとですね、更新になるんですね。で、これも下にやると更新になります。 なので、あの、これお互い、こう入ってるの分かりますよね。なので、こうやって連携ができてるっていうのが分かります。そしたらですね、パソコンの方もちょっと見てみますね。パソコン、今、さっきの状態なんで、これ今3件しか入ってないんですね。そしたらですね、これ F5 番押すとですね、更新になるんですけど、こうですね、ここのところで、まあ、新しいのが出てますね。ここもですね、さっきの。 やつが出てるのでこんな感じににででですすねスマートフォンン登録したやつがすぐにパソコンでも表示されて、まあ、このねスマートフォンのののの連携っていうのも簡単にでできるのでこのようにパスワード管理していただくと最初慣れるのはねちょっと面倒くさいかなっていう風に思いがちなんですけれども使えるようになるとこれものすごく便利なので絶対に使えるようになってください何よりも今パスワードを使い回したりとか忘れちゃうっていう心配がある方はですねもう今後もそれ続けていくと、まあ、いつかもしかしたらクレジットカードが不正に使われて たりとか 人口,口座かかからお金が抜かれたりとか何かがあってからだと遅いので今のうちにちょっと大変かもしれないんですけども何回もやって覚えていただくことをお勧めしますこれ一回やっただけだと全然覚えられなくて全然使えないよって方はですね、まあ、動画の下のチャンネル登録っていうところを押しといていただければこの動画無料で何回でもすぐ見られるので動画を見ながら練習してみてくださいそうすると今後パスワードを使っていくっていう時に大変だなっていうふうに思わなくて済みますし安全なパスワード管理ができるようになりますので今のうちに覚え 覚えておきましょう。今回はパスワード管理方法を紹介していきました。今回の動画も最後まで見ていただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。